早っ、できた。ほい。あー、どっちも美味しそう。今日多分失敗とかしないよ。あー、溶けた。待って、こんにちは、くまみきです。今日はハロウィンが近いということで、こちらやっていきたいと思います。ハロウィンパンケーキを作ろうというわけで、こちらが前にカルディの購入品動画でね、紹介したパンプキンパンケーキミックスと紫芋パンケーキミックスです。こっちがオレンジでこっちがパープルなんで、すごいハロウィン感がすごい語彙力やばいな、喋れるかな。はい、ハロウィンがすごいなので作ってみたいと思います。なんかすごい簡単なんだよね。必要なのがこのパンケーキミックス1袋とお水 220cc、 牛乳の場合だと 240cc で、ただ色がついてるだけじゃなくて、こっちはシナモンを効かせたパンプキンパンケーキミックスって書いてあるから、美味しそう、シナモン大好き。そしてこっちはもうそのまま紫芋って書いてあります。入ってるみたいです。やっていきます。今日はね、新居に来て初の料理動画になるので、ちょっといろいろもうカメラワークの研究みたいな感じですよね。ちっちゃかったかもしれない。ちょっと待って、いけ、ギリギリかな、ギリギリかも。いや、アウトだ、アウトだ。ボール買います。よいしょ。カメラワークがどうじゃなくて、もサイズちゃんとしようって感じじゃない。今日ものすごい量できちゃうんですけど、まあ冷凍しとけば食べたい時食べれるんで、一気に作っちゃおうっていう感じです。で、水でもいいらしいんですけど、牛乳の方がなんとなく美味しそうだなって思うので、牛乳でやります。これ今回そのまんまね、普通にパンケーキ焼くんですけど、ワッフルとしても楽しめるんだって。ワッフルも食べたいね。なんかこうやって色がついてるってだけで楽しい。よし、早っ、できた。なんか同じ牛乳の量なんだけど、紫芋の方が生地が柔らかい気がする。こっちちょっともったり重いです。はい、フライパン今回二刀流でいきます。油敷いて温めたら、濡れ布巾の上にジューで冷ましてから生地を乗せます。こりゃ丸くなんない、なって、多分自然になると思ってるよん。なんかこんな簡単なことすら久しぶりだなあ、すごいシナモンのいい匂いがもうするわ。これで弱火で焼いていきます。私今低いところからベンベンってやって丸くなんないかなって言ってたけど、ここにね書いてあった、生地を高い位置から一気に流す、高い位置から流すことで丸い形に仕上がります、だそうです。ちなみにそれぞれね、10センチぐらいのパンケーキが7枚分作れるらしいです。いや、そんな合わせて14枚、まあしばらく朝ごはんパンケーキだな。なんか普通のパンケーキミックスってこうポコポコってさ、穴ができるじゃん。これが全然できる気配がないんだよね。もう結構時間経ってるのよね。ちょっと見てみようかな。お、えい、あ、きれいきれい。こっちはどうかな。お、いけそう。ほい。あー、どっちも美味しそう。よし、いい感じな気がする。かわいい色。あ、綺麗に焼けました。続いて2枚目それぞれ焼いています。さっきよりね、ちょっとオレンジの方はちっちゃくなって、紫の方は大きくなったえ、すごい平和な動画じゃない？大丈夫？今日多分失敗とかしないよなぜなら簡単すぎるから。ででーん失敗できました。4枚ずつで、今8枚あって、で本当は1袋で10センチのが7枚できるって書いてあったんだけど、私多分サイズ大きくってそこまでできなくって、しかもちょっとね、このパンプキンの方が多分ちょっと大きめのを作り続けてたんで、こっちの生地がもうちょっとで、こっちまだあるので、ちょっとねミックスしてみようかなって、マーブル模様を作りたい。ちょっと大遊びします。こっちのパンプキンを集めて入れて1回混ぜるぐらいでいいかな。ほぼ混ぜず、これで焼きます。うまくいくかな。もう高いとこからどうかな。もう1枚
ドドドドン。結構この上から落とすときにマーブルが細かくなっちゃうな。でもすごいハロウィンっぽいのできるじゃん、かわいい。よし、いきまーす。おりゃ、おーおーおー、めっちゃマーブル、かわいい。こっちは2回目なんで結構細かくなっちゃったんだけど、どうだろう。えい、あ、裏はいい感じなのでは。じゃじゃーん、マーブル、めっちゃハロウィンじゃん。というわけですごい大量にできました。ちょっと照明で光っちゃうんですけど、すいませんね、見えづらくて。すごっ。でこれ今日全部食べれないので冷凍します。みんなちょっと今日はね、少しやってみたいことがあるんです。それぞれね、形が綺麗な子を残しました。これでじゃーん、ホイップクリームを挟みたいと思います。初めて買ったこれ。いきなり本番で大丈夫かな。なんか事件の予感するけど。えい、お、来た。おお、どんくらい？いっぱい、マリトッツォみたいにしたい。うい、やばい、デブ飯。もうちょっとこう丸みを持たせたい。ぐちゃぐちゃ。いいかな、いいかな、こんなもんかな。はい、これでこんな感じ。えい、いやー頑張って、潰れそう。なんかこっちが正面か。えい、いやすごい。ここにやろうかな、いけるかな。うー、おー、あ、あ、あ、うまいかもしれない。モンスターだよね、やっぱハロウィンといえば。よいしょ、ここにチョコペンで目を描きます。こんなに大きいならマーブルチョコでよかった。あ、溶けた。待って、やだ、ちょっと耐えてほしかった。いいか、モンスターだからどんな顔でも。むしろ溶けてた方がモンスターということでよろしいんじゃないでしょうか。ひどい。ひどい。あ、なんか飾りのチョコとか用意すればよかったなぁ。ハロー。スペル合ってる？ハロー、ヘロー、ウィーン。え、どんなだっけ？待って。ここに来て一番のトラブル。スペル忘れ。ハロー。あれ？ウィーン。ウィーン。ハロウィーン、はてなにしとこ。できた。ひどい、台無し。というわけで完成しました。しっかりモンスターになってね。なんかもう逆にこの出来栄えに安心感を覚えませんか、私のお菓子作りの動画。そんなね、そんな素敵にいいものがね、素直に出来上がるはずはないんですよ。だからこうなったことでね、もはや安心だし、もはやちゃんとモンスター、ハロウィンだからこれで正解だと思う。ちょっと食べてみます。味は絶対美味しいんで。このクリームがね、意外と早くだれちゃいましたね。こういうのはむずい。いただきます。うん、この生地美味しい。パンプキンね、意外とずっしりしてて、生地が見た目ふわふわって感じなんだけど、ずっしりしてて、で本当にパンプキンってよりはシナモンとか、そういうなんかスパイス的なものの印象が強いんだけど、最終的に口の中がほっこりパンプキン、美味しい。紫芋ちゃんも食べてみます。うん、こっちはね、シンプルに紫芋がほんのりって感じ。そのままなんですけど、あのパンプキンの方はちょっとスパイス効いてるよって書いてあったんだけど、紫芋は特にそういうの書いてなくて、もうシンプルに紫芋って感じなので、まあ、ずっしり紫芋じゃないけど、ほんのり紫芋って感じなので、芋好きさんぜひ。でもあれですよね、なんかがっつりお菓子作りってなると結構大変だなって思うけど、パンケーキで色ついてハロウィン感が楽しめるっていうのはすごくいいなって思います。今回ちょっと私変なモンスターにしちゃったけど、でもお店のポップにもあったの、似たような感じでモンスターにしてたからちょっと真似したかったの。まあここまでやんなくても、普通にもう色をこう組み合わせて積み重ねてやるだけでもすごく可愛いと思います。最後のマーブルも可愛かったと思うので、ぜひやってみてください。まだカルディにね売ってました。あとさ、これも買ったの、ホイップ。これカルディにも売ってたし、普通のスーパーにも売ってたんだけど、これプシューってやるだけで出るのめっちゃいいね。そう、なんかちゃんといっぱい作るとさ、使い切んなきゃーとかさ、日持ちがーとかあるじゃん。これね、もう本当にプシューってするだけで出るし、開けてから1ヶ月以内にお召
召し上がりくださいだから結構余裕あるのよね。このために買ったけど多分結構余ってるんで、ちょっとね寒くなってきたんでココアとか入れてそれにプシューってやったりとかして飲みたい飲みたい食べたいと思います。めっちゃおすすめ。ちなみにちょっと食べたのでさらにモンスター感が増しました。ぐちゃぐちゃ。ちょっと今日はねこれ食べて残りは冷凍して日々食べていきたいなと思います。これがあるから最近パン焼くの我慢してたんですよ。パンケーキストック幸せはい、というわけで今日は久々にお料理動画というかお菓子作りか新居のキッチンでね撮るのどんな感じかなって探り探り撮ってみたんですけどいかがだったでしょうか。ちょっと見やすいアングルとかまた研究しながらねいろいろ撮っていけたらと思います。またなんかこういうの作ってほしいとかあったらぜひコメントでリクエストお待ちしています。それじゃあバイバイ、またねー。